足乗っけて立つ、うい、そう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 、すごいじゃん。ういオッケーオッケー、言葉でなかなか通用しない。ストレラ TV。 今回はシートスタンディング。シートスタンディングって、はい、どうですか、名前だけで分かります。乗る、うん、そうってこと。シートの上にスタンディングする。はい、スタンディングだけじゃなくてシートの上に片足を乗っけた状態で、もう片方の足はこう、ーっ、いや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 、もうサーカスレベルじゃないですか。今このここでやってみてください。こう片足でバランスをだけでもどうですか、難しいなんか。ね、こう運動不足のね、こうね、30代で厳しい、難しい。これがストライド走りながらシートの上に足を乗せてこういくわけですよ。それ無理でしょ、何歳ぐらいの子ができるんですか。ね、今回来てくださったのは、まあ、2歳3歳の子ですから。いやいやいや、ね、めちゃくちゃ難しいと思いますよ。これは楽しみです、うん、こいでサドルの上、シートの上に足乗っけて立つ、うい、おー、うい、どう、できそう。できた、できる、おー、しっかりこいだらステップの上に足乗っけます。乗っけた状態でまずは片足だけシートの上に乗っけて走ってみましょう。いいですか、わかる、片足だけ乗っけた状態で走ります。タッチして片足乗っけます。そう、その時に前見て、下見ない、下見ない、そう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 、すごいじゃん。ういー、オッケーオッケー、よし、できそうですね。じゃないか、うん、はい、そうで足を上げます。前見て前見て前見て、そう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 、おーすごい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 、上手上手上手、よし、オッケー、いいよ、いいよ、もう一回出した、すげー、足上がってる、お、上がってる上がってる、すごい、来た、こいでこいでこいで、ステップ乗っけて、ステップ乗っけて、前向いて前向いて、おお、子供たちの成長のスピードにびっくりしました。すごかったですね、うん、だってあの今日の子供たち、うん、スタンディングはまだしも、うんうん、あのシートスタンディング初めてだって言ってて、うん、それでもやっぱりちょっとコツを教えただけで、はい、飲み込みを早くて、そうですね、3回目にはできてたじゃないですか、うんうんうん、この成長の瞬間に立ち会えるって、ね、もうすっごい嬉しかった。なんか教えてて、うん、なんかすっごい気持ちいいですよね。だって教えたことができるんですから。ですよね、すごいですよね。でもどうなんですか、今日の子たちは勘がいいからできたんですか。どうやったらできるんだろう、まずやっぱ見せてあげることが重要なんで、やっぱり言葉じゃなかなか通用しないと思うんですね、子供なんで理解できないと思うんで、こういう動きなんだよっていうのをこう想像してもらって理解してもらえれば、まあ、勘がいい子だったら子供だったらすぐこうできちゃうっていうかね、はい、そっか。でもなんか私みたいに親がそれを見せてあげられない場合もあるから、うんうん、はい、もうぜひ皆さんは今回の動画を活用して、ちょっとまずは子供さんに見てもらうところから、秀川さんの動きとか、はい、子供たちの動き見てもらって、うん、真似しながら楽しんでほしいですよね。そうです、子供は子供を見て成長しますから、うん、やっぱりそういうね、まあ、近くにいなければ動画とかを見てすごくないみたいな、うん、でどこから真似したいなってやってみようかって言いながらね、そこ成長をね、あのぜひ見ていただきたいなと思いますね。本日のストライダーキッズは、君の夢と走る僕らは続編。
ではこのような形で皆さんがインスタグラムに投稿してくださったお子さんとストライダーのこの動画をですね、積極的にご紹介していきたいと思います。採用された方にはこちらの可愛いストライダーのステッカーをプレゼントさせていただきます。どしどしご応募ください。次回のストライダー TV もお楽しみに。せーの、ゴー！ストライダー！ストライダー！